テスト。オッケー。コケ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 。オッケはい、こんにちは。こんにちは。斉藤です。斉藤です。今日はですね、どこですか。同市にありますセンタービレッジ、はい、キャンプ場に来ております。はい、めっちゃいいところに来てますね。自然たっぷりで、まあ何がいいかって、一番にめっちゃ晴れたこと。そう、いきなり梅雨明けしたこと、はい、そう、梅雨が明けたらしいんだよねいきなり。なんだなんだ、わかんないのかね、天気予報ってなんだじゃあ今日でみたいな。俺でもできるよ。まあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、まあ、梅雨明けしたっていうことで、まあ、それが一番嬉しいのと、ね、やっと、うん、今年のキャンプ場って川がねメインのキャンプ場が多いので、はい、綺麗な川が目の前を流れてて、はい、ロケーションがすごくいいのと、まあ、人がそんなにいない、うん、まあちょっと雨が続いてたんで予約が少なかったのかもしれないんですけど、たまたまねいい日に来れたっていう、ラッキーでしたね。そうですね。ということで、はい、センタービレッジに来ております。今回は焚き火台についてちょっとお話ししたいなと思って動画を回してます。焚き火台、焚き火台、焚き火台も斉藤夫婦はずっと同じの使ってますよね。同じの使ってます。あのメッシュの焚き火台を使ってるんですけど、本当にあのアマゾンとかでねよく売ってる安いやつですよ、うん、多分2000円しないんじゃないかな。よく見る。あ、そうそう、いろんなメーカーも出したりしてるし、ノーブランドでも出したりしてるんですけど、まあ、いわゆるメッシュ焚き火台っていうやつですね、はい、を使ってます。なんでこれを使うのかっていうのをちょっとだけねお話ししようかなと思って動画を回しております。イエーイ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 なんでイエーイって分かんない、間違えたそれではまず焚き火台なんですけど、こちらこれです。はい、これ、はい、どう、この忍者みたいなやつね。どの辺が忍者っぽい。忍者ってこういう巻物をこうやって、あ、ま、巻物っぽいってことで、ドロンつって、そう、巻物っぽい。まず理由の一つとして、うん、コンパクト。そうだね、めっちゃコンパクト、コンパクトで軽いっていうところ、うん、はい、これが理由の一つですね。はい、もう収納の時点でもうここまでちっちゃくなるので、うん、バイクとかでも持っていけるよね。うん、ちっちゃい、軽い。そう、軽くて小さいっていうのが理由の一つ。はい、はい、せっかくなんで設置の方していこうと思います。へい。はい、じゃあハルビンさんやっていきますか。はい、開けます。はい、で2つ目のね理由はその設置がね簡単っていうところなんですよ。まず本当にシンプルな作りなので、これ、はい、これね、これを、ま、開いていくんですけど、よいしょ、こうやって倒して、 あとはメッシュの部分ね、うん、これにこの金具がついてます。これを取り付けていくだけです。そっち側止めて、よいしょ、はい、出来上がりです。簡単、マジこれだけなんですよ。まあこれでもう使える状態になってるんで、うん、結構さ年季入ってるけどさ、毎週のようにキャンプ行ってこれ使って1年ぐらい、はい、全然こう壊れる様子はないよね。まあメッシュ変えてますけどね、1回メッシュだけ買い替えて。そうで、もう一つの理由、まあ、3つ目ですね。はい、3つ目がこのメッシュの交換ができるっていうところです。それめっちゃいいよね、うん、あのメッシュだけで販売があるんで、はい、まあ、これもアマゾンとかで売ってるんですよ、うん、もう1000円ぐらいで売ってるんで、交換ができるからね、うん、まあ、ちょっと汚れてきたな、汚くなってきたなって思ったら交換すればいいっていう。この台専用のメッシュが売ってるってことですよね。そうそうそう、まあ大きさが合えば何でもつく、そんな感じです。はい、はい、でさっきからちょこちょこ
言ってたんですけど、うん、4つ目、はい、価格がとにかく安い。うん、高いの いっぱいありますよね。そうそうそう、焚き火台ね、まあ、かっこよくて、うん、その代わり高いんですよ。まあわかるけど、そういうのいっぱいあるじゃないですか、うん、でもうちらの場合は、はい、まあ、かっこいい焚き火台は、まあ、それはそれでね欲しいなって思うんですけど、うん、これはねとにかく便利なんで安いからもうガシガシ使っていいんですよ。それは楽。そう、ダメになったら交換すればいい。あの使い勝手が悪いんだったらないですけど、やっぱ安いものって、うん、そっかってなっちゃうんだけど、これでそういう風に思ったことはないよね。そうだね、掃除も楽だし、うん、こう炭が最後に溜まったらメッシュ取ってザーって流せばいいから、 その辺も簡単で洗って、その最後の理由ですね、はい、掃除が簡単、もう一瞬で掃除できるんですよ。いやー楽ー。そのねちょっと今燃やしてないんで、うん、掃除できないから、キャンプのね時に掃除してる様子を映像を見てもらいたいなって思うんですけど、はい、こんな感じで片付けができます。いや便利、やっぱなんか女性にもいいかなって思います、うん、あのいろいろな、ね、高いブランドさんの焚き火台使ったりもちょっとしたじゃないですか、はい、重たい、びっくりするぐらい重たかったりとか、重かったね重い、いいやつなんだと思うんですけど、まあ、とりあえずキャンプ始めたいなっていう方とかでも、ずっとやってる方でも、うん、この片付けが楽っていうのと軽いっていうのはすごい、やっぱ長く使ってたらやっぱりこれがいいなってなっちゃうものかなと思いました、はい、で僕ら結構毎度毎度焚き火するんで、うん、やっぱりね火を使うから熱が結構ここに入るじゃないですか、うん、もうだんだんやっぱり傷むんだよね、うん、傷むからやっぱりそのねいいのを使うとちょっとなんか壊れるというか劣化するというか、うん、傷むのが怖いなって思うんですよ。丁寧に使いすぎて、そう僕手入れができないんで、あんまりできないだからまあ手入れをねしっかりして好きな人はいいんですけど、うん、うちらみたいにもう手入れしたくないという人はもうこれでいいんですよ、うん、十分楽しめるし、なんせなんかあの器型の焚き火台の、はいはい、使った時に思ったのが、やっぱこれの方が空気がねあちこちから入るから火がすごい早くつく、そうですね、つきやすい、消えにくいっていうの、まあだから1個のデメリットとしては、まあ、逆に軽いんで突っ飛ばされちゃう、そうそうそう、一回強風の時ね結構危なかったよね、そうっていうのと、あとはあのもうただただもう直火に近い状態で置いてるわけなんで、うん、やっぱ風に弱い、うん、風に弱いのはある、だから、まあ、そういうシチュエーションではあんまり使わない方がいいのかなとは思うんですけど、うん、まあ、風さえなければ全然俺はこれでいいかなって思う。いいよね、結構重たい薪を重ねまくっても最初はすごい私心配で、はいはい、なんか折れるんじゃないかとか破れるのかなとか思ったんですけど、結構積んでも全然大丈夫だよね、はいはいはい、最初怖かったこれはね簡単に使えて収納もねコンパクトですごく重宝してるので、はい、まあ、ちょっと1本動画にね、うん、してみようかなと思ってリンクをね貼っておきますので、はい、気になった方はこの安い焚き火台ちょっと使ってみてはいかがでしょうか。なかなかねお買い物してる時にさ安いとさ大丈夫かなとかね思っちゃうじゃないですか、はい、これは全然、まあ、個人的な感想ですけどね、うん、長く使っててこれからも使いたいなと思います。はい、はい、ということで、はい、今日もこれ使ってキャンプしていきますんで、はいはい、ぜひねなんか気になった方は使ってみてください。はい、はい、それでは実際ね私たちが使ってる焚き火台っていうのを今日紹介させてもらいました、うん、はい、はい、他にもいろいろキャンプの動画、うん、車中泊の動画、キャンプ場紹介の動画等々出してますんでチャンネル登録していただいて見てもらえたら嬉しいです、うん、はい、これからこういうギアの紹介っていうのはちょこちょこやっていくんですか。やりませんいや嘘です、やりますやりますこの子だけいややります、はい、そうこういうねなんか実際に自分たちが使ってみてあいいなって思ったものに関しては紹介していこうかなと思って、はい、うん、そういうのをねちょっと撮ってみました。
ギアシリーズですね。ギアシリーズ、はい、うん、そんな感じ。いいよね、生の声が聞けるのがいいよね。そうだと思いますけどね、うん、僕はやっぱり YouTube のユーザーとして見てるときに、うん、やっぱギアの紹介やってる方見ると、うん、これ買ってみようかなとか思ったりするし、うん、買う前にやっぱり調べちゃうよね。そうそう、使い勝手どうなのかなって調べたりするんで、まあ、そういうのをねちょっとでも参考になったらいいかなと思って、はい、こういうのをねシリーズ化してやっていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。またね。またね。